はい、おはようございます。私今フィリピンのボホールに来ております。ファムトリップで来ているんですけれども、今日で3日目、今日もあちこちもありますので、その様子を動画でお届けいたします。まずは朝ごはんから。そこが朝食会場かな。ご飯とチャーハンと豆、かぼちゃかな、スクランブルエッグとそばですね。エビそばかな。エビのエビの匂いがする。あ、こっちだ、エビの匂いがしたの。こちら、あ、豚の角煮だ。あとベーコンと、あ、これソーセージだ。丸いソーセージだ。あとそばをこれ自分で作れるのかな。チューリップみたいなもの。ドーナツの飾り方かわいいね、これ。カヌレと、あ、ここはあれだ、トケーキ作って、パンケーキ作ってんだ。マニー、よそってきました。これ食べたら今日も活動開始。昨日のお昼もそうだったんですけど、ここの料理結構美味しい、うん、丸いソーセージが特にうまいわ。どれとっても外れがないんで、このレストランなかなかレベル高いですね。午前中ちょこっと部屋で仕事をしてて、9時過ぎぐらいから動き始めたんですけど、次はもう早速お昼です。まだ10時半ぐらいなんですけどね、船に乗って昼食会ということになってます。あの船でランチみたいです。ビュッフェスタイルかな。前の方に料理があるね。じゃあ乗り込みましょう。はい、どうぞ。はい、ありがとう。はい、お、美味しそうだ。メインがずらっと並んでる。デザートも結構充実してますね。あれコーヒーゼリーかな。コーヒーゼリーうまそう。ランチクルーズなんですけど、ちょっと雨降ってきてんだよね。さっきから降ったりやんだりで、結構今晴れ間が見えてんだけど、船の読み入りみたいな感じ。さてご飯食べようかね。船にね、バンドが乗っててずっと音楽かかってるんで、かなり YouTuber 泣かせのツアーです。途中でね、こういった民族舞踏というか、音楽とダンスを聴かせてくれるところに立ち寄って、写真撮ったり、一緒に踊ったり、動画撮ったりとできるんですけども、ここも音楽厳しい。お昼ご飯しっかり堪能してきました。これからまた移動して、今度は海です。はい、シュノーケリングタイム。ちょっと今ガイド待ち中なんですけど、シュノーケリングエリアこんな感じになってます。砂浜じゃなくて岩場なんですね。若干伊豆感はあるな。伊豆の海も綺麗だけどね。こっちの海も綺麗。はい、じゃあエントリーします。はい、というわけでシュノーケリングで顔をつけてみると、もう途端にですね、このイワシの大群、魚のトルネードがこんな感じで見れちゃうんですよ。ここすごいですよね。子供とかでも簡単にアクセスできて、エントリーできて、です、この量の魚が見られるっていうのは結構迫力あります。これからですね、お部屋以外のホテル施設の方にご案内させていただけたらなと思います。Yeah, in Bellevue we have a total of 3 outlets. We have 2 restaurants and 1 bar. For one of the restaurants, we call it Lamian. It serves Filipino cuisine or Filipino food. Yeah, this restaurant. Bellevue Hall にはですね、3つのお食事していただけるスペースがございます。まず1つ目がこちらラビアンですね。昨日お昼ご飯を、取っていただいた場所になります。こちらはフィリピンのフード の、はい、あの料理を出しているんですが、単なるフィリピン料理だけではなくてですね、フュージョンフィリピンのスタイルと言われる、ちょっと手を加えたシェフがアレンジしたフィリピン料理をご提供しております。Yes, but if you want international food or menu, we have the Maria restaurant. はい、もし国際料理、他の国の、お食事楽しみたいなという方はこちらのマレーヤ、こちらでいろんな国籍の料理をご用意してますので、はい。
We also have the infinity pool with a view of the Dolho Beach. It's 2 feet, 4 feet and 12 feet depth.こちらのプールはですね、深さが3つに分かれてます。というのも、お子様連れのお客様も多いので、そちらで楽しんでいる深さ、あと大人でも楽しんでいる深さ、あともう一つがですね、ダイビングのできる、ダイビングでも飛び込むタイプの結構深くなっているので、時間があれば試してみてください。で、この中でアクアズンバとかも結構やるので、はい。でこちらがですね、マレーア、ラミアの後のマレーアバーですね。はい、こちらでお酒楽しんでいただいたり、コーヒーとかも出してます。Yep. We also have the gym right here and the archery area. はい、yeah. うちのボリューブーボーホールのビーチはで、あ、ビーチはね、ジムはですね、建物の中にあるんではなく、このビーチフロントに面した場所にあります。なので、有酸素運動をしながら海を楽しんでいただけるという。場所になってます、はい、こちらがキッズプレイエリアになりますね、yeah. うちのホテルはあの家族連れのお客様多いのでキッズプレイエリアがすごく大きくなってます The resort also has a Bellevue Kids Club So we have so many activities for kids We also have the PlayStation right here You can play Nintendo or the PS5 あのお子様だけじゃなくてですねこういった PS5 とかも置いてるので大人の方も結構ここに来て楽しんでいただいて。Yeah, and then we also have the daily activities. These are all for complimentary or free of use for all the in-house guests. Yeah, for kids and for adults, all for free. So if you have like free and easy day, you can just join some of our activities. All right.That's all, no? Yeah. 以上でホテル案内を終了させていただきます。ありがとうございます。Thank you. こちらベルビューリゾートですね。皆さん今回はですね、多分違うホテルから移動してきたと思うんですけども、空港からタグビララの空港から約10分15分で来れる場所となっておりまして、やっぱりボホール先ほどもお伝えした通りですね、ジオパークにも選ばれている場所ですので。こちらはフィリピンで初で、フィリピンで唯一の場所となっております。でここベルビューリゾートボホールはですね、ボホールで唯一の5つ星ホテルとなっておりますので、その5つ星ホテルならではのサービスと空間を味わっていただけたらなと思います。お部屋ですね、先ほどお伝えした通り、ここのボホールはですね、7部屋種類があります。で今回ですね、このプレゼンテーションでは全てはお見せしないんですけども、こちら一番人気のデラックスオーシャンビュールーム。もしかしたら今回このルームのタイプに泊まっている方もいるかもしれません。お部屋開いたらバルコニーが目の前にありまして、そこ出ていただくと、このビーチフロントとオーシャンが広がって見えるというお部屋ですね。1階だからな。では次、ジュニアスイート今日行きましたね。1階だからリビングエリアがあるお部屋になります。でプレミアスイートになるとやっぱりリビングエリアももちろんですけどバルコニーなどもあるというお部屋タイプになっております。でホテルなので実はお部屋以外にも宴会場ファンクションルームと言われるところがあります。うちの宴会場ではですねこのホテルから 1,2 分歩いていただくところにあるんですけど最大で700から800名入れます。最近であるとトライアスロンのイベントとかですごい人が集まったりとかいろんなイベントやウェディングとかで使っていただく場所になっております。でレストランですね、ここはもうマレーやラミア、昨日と今日と、どっちもレストランと体験していただいたと思うんですけどやっぱりここのベルビューリゾートボホールにですね来ていただくお客様はこのお料理が美味しいというあと理由で来ていただく方もいらっしゃいますので今日マッシュルームスープをですねリクエストいただいたので今日も、はい、出させていただいたんですよ。どうでしたかマッシュルームスープ最高ありがとうございます。こちらのですね、この屋外のマレアの方ではメニュー見ていただいたら分かるんですけど結構国際的なメニューが広がっております。でそこここから見えるそこのマレアバーですね、そちらは結構屋外で、はい、いろんなカクテルとかお酒ローカルビアも楽しんでいただけます。でこちら昨日のお昼の時間にですね行ったラミアンですね、こちらは国際料理というよりはもっとフィリピンの料理に特化したお料理をご提供しております。でこちらも、まあ、リゾートホテルならではの今ここ皆さんいるところがこの左側の
ビーチフロントはですね、ここのプライベートダイニングの場所となっておりまして、でここから一番上に見えるところに、ラクシュアリービューデックというところがあるんですが、そこでよくハネムーンのお客様だとかウェディングのお客様が、プライベートでダイニングされる場所にもなっております。でそうですね、でここ今いるところはビーチフロントだったりだとか、先ほど、ホテル案内の時にご紹介しましたこのプール、あとはこちら皆様の後方に見えるジムもですね、海の、正面に広がっております。あとは地下1階に今日皆様ご予約がいっぱい入っていると思いますが、夜後ほどスパで、はい、リラックスしていただこうと思います。今日3時半にスパ行った方どうでしたか？最高でした。大丈夫でしたか？上手でしたか？そうなんです、うちのスパはですね、これ実はどっかの店舗が入っているとかではなくて、このアズレアスパってベルビューのオリジナルブランドなので、はい、実はマニラのベルビューマニラにもこの同じスパが入っています。で先ほど言ったようにですね、いろんなお客様がいらっしゃるんですが、やっぱり家族連れのお客様が多いですので、キッズプレイエリアすごく力入れてます。 PS5 があったりカラオケがあったり、 PS5 もあるので大人の方でも一緒に楽しめたりっていう場所になってます。でロビーのところにですね、ロビーショップがあるので、やっぱりこういうリゾートホテルに行くとどっか買い出しに行くっていうのが結構辛かったりとか遠かったりするので、ホテル内で完結するよという場所がございます。でいろんなアクティビティあると思うんですが、今日バナナボート乗った方いかがでしたか？バナナボート、なんか乗る前に救急車用意しておいてっていうふうに言われたんですけど、救急車用意せずに済んでよかったです。そうなんです、やっぱりリゾートホテルなので普段体験できないようなこういったクリスタルカヤック、ダイビング、あとはサンセットが綺麗な時にはこういったボートが出たりとか、あのプールのとこではアクアズンバというでトレーナーがですね前に立って、結構アクアズンバって水の水中の中なので結構足腰に負荷が入るので、これもすごい楽しいアクティビティになってます。あと後方に行っていただくとアーチェリー場があったりとか、そういうのがありますね。で先ほど言ったように家族連れのお客様多いので、こういったキッズクラブっていうのも作ってます。でスタンプカードにスタンプ貯めていただくとおもちゃをプレゼントしたりとか、そういうこともやってます。はい、というわけでこの日も1日終了です。こんな感じでね、パーティーファームトリップということでファーパーティーが開催されたんですけれども、このベルビューリゾート定期的にこういったイベントは開催しているそうです。なのでこう滞在中にねこういったイベントがあったらぜひ参加してみるのもいいかもしれません。こんな感じでね、派手なファイアダンスショーもあったりしたんで結構楽しかったですよ。